パイナップルチキンはフィリピンの郷土料理である。鶏肉を牛乳、またはココナッツミルクをベースにしたソースでパイナップル、ジャガイモ、人参、ピーマンと共に煮込んで作る。牛乳の代わりに本と呼ばれる出汁が使われるレシピもある。スペイン系フィリピン人によるパイナップル繊維産業の中心地であったルソン島東部が発祥である。パイナップルチキンのレシピは まず最初にチキンをマリネする工程から始まる。その後、温めたフライパンにガーリックオイルを引き、玉ねぎを飴色になるまで炒める。無糖レニュー、またはコンデンスミルクを加え、大きめに切ったパイナップル、角切りにした人参、ジャガイモ、ピーマンを入れ、牛乳、ココナッツミルク、または生クリームを使うレシピもある。または本で煮る。食塩、砂糖、 ブラックペッパー、魚醤で味を整えたら、弱火で野菜に火が通るまで煮る。乳製品を使用しているため、傷みやすい点に注意が必要である。そのため一般的には、乳製品を使わず、フォンのみで仕上げることもあり、この場合は、とろみ漬けにコーンスターチを加える。ウインナーソーセージ、チーズ、卵、角切りにしたトマトなどを加えるレシピもあり、この場合は、 白米と一緒に食べたり、付け合わせに貼る玉ねぎ、時にはカシューナッツを用いる。パイナップルチキンは、チキンアフリカーダにパイナップルを加えたような料理で、あるが、両者の決定的違いは、後者はトマトソースを使っていることである。その他にも類似した料理はあるが、パイナップルチキンだけの際立った特徴は、乳製品を用いていることである。ありがとうございます。